リーは地域を起こし日本を晴らすです。皆さんこんにちは。こんにちは。参政党徳島高知選挙区公認候補の荒牧邦治と申します。荒牧邦治です。私は名前が邦治です。国を晴らすと書きます。まさに本日もこの梅雨時にこの晴天になりました。そうしたことで本当に私はこの土佐そして徳島それぞれの国を晴らしてまいりたい、そういうふうに思っております。まず最初に本日出発式として東京から3名の私の友人そして姉、来てくれました。本当にありがとうございます。ここに来ていなくても遠くから私のことを応援している友人知人先輩たくさんおります。改めて御礼申し上げたいと思います。そして何よりも参政党そして高知のあるいは徳島のこの参政党を応援する方々その方々のご協力があって今私はこの場に立てているとそのように思っています。参政党は2年前にできたばかりの政党でこういった選挙や政治のこと不慣れな人がたくさんおります。そういった中でも四苦八苦なんとか工夫しながら事前審査資料の届け出そしてポスティングまたはタウンミーティングといろんな苦難を一緒に乗り越えて今ここに非常に強固なチームがあると思っています。改めて御礼申し上げます。ありがとうございます。さて私この徳島高知の選挙区に立候補するわけですが今少し大きなお話をさせていただきたいと思います。歴史を紐解けばもとより明治時代日本を守ろうとした人たちがいました。それは坂本龍馬さんだったり板垣退助さんだったり徳島にもそういう志を持った人がたくさんいたはずです。そういった魂を失ってしまって戦後私たちは和魂要塞ではなく洋魂要塞科学ばかりあるいは経済を回すことばかりそんなことを続けてきた結果かなり日本の子供、文化、伝統守れないそういう状況が出てきていると思っています。それはなぜこんなに高知の子供にアレルギーが多いのか食品添加物がなぜ世界に類を見ないほど種類が多いのかそういった具体的なところにも現れています。今回の新型コロナやワクチンのお話も海外の大資本家そしてグローバル企業の影響ここから日本を守っていくあるいは日本を守りそして世界をリードしていくそういう大事な大事な局面にあると思っています。先ほど金城さんの方からまさに私の行動が参政党を体現していると言っていただけましたけれども私は参政党の神谷さんの動き全く最初は追ってなかったんですが人生を突き詰めていったり歴史や哲学を学んでいったら全く同じことを違う場所でしていただけなんですね。なので参政党の神谷さんがそして先輩方がこの勢いを作ってくれたそういう中で今この参政党のようにコロナやワクチンにはっきりとものが言えるまたその裏側にあることをはっきりとものを言えるそういう人たちが国政の場に進出することが極めて日本の未来にとって重要だそのように思って立候補を決意した次第なんです。さてこういったことがあります。さっき挙げたような問題これを具体的に解決していくにはやはり教育これの見直しが第一点になります。次に食と健康3番目に国の守りです。具体的にはフリースクールや地域のコミュニティスクールこういったスクールに小学校や中学校の卒業免許を付与するそういう権利を与えてより自由な教育地域や国を思う人たちをちゃんと育っていくような教育を成し遂げたいと思います。また食と健康については日本の伝統的な米食これをしっかりと軸に据えるまた体に優しいオーガニック野菜これも学校給食での割合を増やし
本当に農業の皆さん、本当は体に優しい農業をしたいと思ってるんです。ただ経済的に成り立たないという部分もあるので今のようなことになっていますけど、観光農業を否定はしません。ただそういう気持ちもどんどん経済社会として後押しできるような形で学校給食にすることで需要を喚起したいと思います。3つ目、国の守りですが、これは新型コロナウイルス、もうマスクはこれは50倍の網の目です。ウイルスのもう上に逆らう、それで職を失ってしまうかもしれない、家庭が壊れてしまうかもしれない、お気持ちはすごいよくわかります。私もそう思います。ただそれじゃいけないから、私や参政党はそういった方々が本当のことが言えるように前に立ちたいと思っております。ぜひその勇気の種を一緒に育ててまいりましょう。具体的には新型コロナは早々に5類に引き下げ、そして11歳未下のお子さんへのワクチン接種を進める行政には歯止めをかけます。それは11歳以下のお子さんは何も世の中の仕組みも自分の人生を決めることもなかなか難しい状態にあると思いますので、それは大人としてそこは守っていくっていうことが大事だと思っています。はい、私は何もワクチンを打たれた方にはどうとか言うつもりはありませんし、そういった方々に何も起こらないことを祈っていますし、それでどうこうというつもりはないんです。ただ同じ日本人として今起こっていることがどういうことが起こっているのか、今後起こさないようにするにはどうしたらいいのか、その問題提起をさせていただきたいと思っております。はい、で参政党のお話、これ先ほど金城さんが言ってくれましたが、党員数が6万人を超えました。日本で4番目に大きな政治団体になります。日本で4番目に大きな政党政治団体です。こういった日本で政治に無関心な方が多いと言われる日本で、自主的にこれだけ多くの人が党員になっているというこの現象、毎日新聞の政治記者の方が参政党現象と名付けました。まさに東京で街頭演説をすれば1500人もの人があっという間に集まり、 YouTube では30万40万50万再生、エンタメではなく政治の話でそれだけ多くの注目を浴びています。この明治以来の国民運動といえる参政党現象を引っ張るのはここ高知、そして徳島に他ならないと私は思っております。それはこの土佐が龍馬を生んだ国だし、そして伊丹大輔先生のような清廉な方を生んだ国だからです。その国、そして徳島は日本古来の伝説神話がたくさん残っている国です。この両地域をもってこの参政党現象を引っ張る、その意気込みで皆さんやってまいりましょう。はい、ありがとうございます。この後高知市内で何か所か街頭演説をした後に、私が住んでいる西部山間部に回ります。そしてそこでまさに自由は土佐の山間より譲る、これを今回の選挙で成し遂げたいと思います。ありがとうございました。